この番組は高速道路の安全を守る中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りします。今回のブンブンミエは岐阜県の飛騨高山にやってきました。高山といえば昔ながらの街並みが美しい岐阜の観光地、そして飛騨牛発祥の地でもあります。そんな飛騨牛発祥の地である高山市清見町の道の駅七森清見を紹介します。宮沢さん、こちらの人気のお土産を教えてください。はい、こちら道の駅七森で人気のお土産は牛すじカレーというレトルトになってるんですけど、レストランでも出している牛すじカレーをオリジナルですので、それを各家庭でも召し上がっていただきたいということで販売しております。こちらも人気なんですが、私たちのおすすめとしては、手作りをやっぱり力入れてますので、お味噌プラス一味ハバネロというのも、私たち畑から作って乾燥させて粉にしてシールも全部貼って、販売しているので、ここでしか買えないお土産になってるんですよ。おっと、こちらには飛騨牛発祥の地って書いてあるぞ。飛騨牛発祥の地ということで、飛騨牛のメニューたくさんありますが、その中でも飛騨牛を使いました飛騨牛ほうば味噌焼肉御膳というものが一番人気となっております。こちらは飛騨牛のカルビを使用させていただいております。厚みもすごくあるんですけども、こちらの方に手作りのお味噌を乗せ、飛騨の昔から伝わるほうば味噌のような感じで乗せさせていただいて、あとおネギを乗せて焼いて召し上がっていただく一品ですので、お味噌とお肉がとってもよく合いまして、ご飯が進む一品になります。ベリピーターの方にもたくさん来ていただいて、私たちも嬉しい限りでございます。毎月29日は飛騨牛の日ということで、飛騨牛ほうば味噌焼肉御膳が 10% オフで楽しめます。皆さんぜひご賞味ください。道の駅七森清見は中部縦貫自動車道高山西インターチェンジ降りてすぐです。ネクスコ中日本が管理する伊勢自動車道は、三重県亀山市から伊勢市に至る全長 68.8km の高速道路で、全線開通から30年になりました。伊勢自動車道は安全で安心快適な高速道路として、これからも地域の発展に大きく関わっていきます。この番組は高速道路の安全を守る中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りしました。